別の出し方ないの？音がちげえな。考えるか。そうだね、多分口角くっきりと出てるからな。めちゃめちゃ力入れて張ってるんだろうなこれ。下唇に空気溜めてるっしょ。でもそっか、これやるときリバーが半クラするときと似てるからってことは、俺も半クラするときと似たような感じでやればできるのか。あ、うん、仕事今のしくね、今のしくね。おお、これか。やばー、今こんなことやってんの。はい、てな感じです。まあ、普段はね、これでもできなかった時にチュートリアルとか見たりしてます。で、嘘つく理由もないんですけど、ちなみに今回マジで初挑戦しました、この技に関しては。今回はね、普段どうやって技を覚えてんのっていうことをちょくちょく聞かれたので動画にしたんですけど、俺はこんな感じで覚えてます。かつてね、動画でも話したようなことをそのままやってるだけですね。技を聞いて、よく口の形とか見て分析して、で自分でやって、無理だったらどうしたらできるかなっていうのを考えてやっての繰り返し。まあ参考になる人あんまりないかもしれないっていうか、参考にするものでもないかもしれないけど、まあぜひ参考にしてみてください。はい、ということでね、今回の動画は以上です。じゃあね。